前ね、久保さんがね、蚊はどうですかみたいなね。蚊大嫌いですね。蚊をペチって殺すじゃないですか。蚊にも命があって、蚊は生きるために血を吸って生きてるわけですよね。<laughs> もう蚊とかゴキブリどうですかみたいな。ゴキブリにも命があって。じゃあ、ね、ゴキブリ好きな人も世の中にいるんだけども、蚊が好きな人、血が吸われるの大好きです。痒くなるの、いいですよ、蚊さん。僕の血を分け与えます。 どうぞ、僕はかゆくなってもいいですっていう。まあそういう人も中にはいるかもしれないですけど、僕は嫌ですね。だから、久保さんが言うより、命にも格差があるっていうね、これ名言なんじゃないかなと思うんですね。命にも格差があると。で、じゃあその格差を僕たちは <laughs>、あの、認めないといけないですね。認めた上でどうするっていう。じゃあその格差で行きたいですか。だから収入にも格差があります。じゃあそれを認めた上で、じゃあどうするよと。 確かに収入には格差がある。金持ち、威張ってて、なんかムカつく。うん、仕方ないよね、と。そういう人もいると。お金が少ない人もいれば、お金持ちの、お金持ちに生まれた子供いれば、貧乏な家に生まれた子供もいるし、仕方ないので、まあそれを受け入れた上で、あなたはどこのステージ、どこの世界で行きますかと。少なくても僕はもう貧乏は嫌なんで、あの、ある程度お金を持っているステージで生きていきたいです。だから金稼ぐし。 うん、だからそのなんだろうな格差が <laughs> あることに嘆いてても何も変化しないし何も収入上がんないですよじゃあそこでいいんですかとまあこのやり取りでもちょっと出ましたけどなんかネットビジネスを始めた理由が今の会社の給料に不満がある不安があるだけどいやあの今の仕事が忙しくてネットビジネスちょっと休止しますみたいないや始めた理由何だろうとその会社に不安があるその会社に不満がある 不満と不安があってネットビジネスを始めたのにその不満と不満不安の会社に戻るわけですよ。これ何なんでしょうねいってらっしゃい。